どうも千人オイリです。今回は関の刃物の旅行第4弾ということでやっていきます。今回の潜入先は金常で有名な株式会社北商という場所に行ってきました。そして今回も情報がたっぷりなんですけど、今回のテーマ、まず金常とは、金常というブランド、どのようなシリーズ包丁を出しているのかたっぷり紹介します。で、材質をあえて隠す理由とは、包丁の名前の決め方、 3D ダマスカスとは、そして竹譜〇〇とは、これがめっちゃびっくりしたんですよ。この〇〇っていうのは竹譜青にとか竹譜白にってやつなんですけど、これがもう衝撃的だったんですよ。で、最後に絶滅危惧種について、これらたっぷりの内容でお伝えしますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは本編へどうぞ。ちなみにですけど、その金常っていう、まあその名というか名前の語源といいますか、はい、そういったのってあります？あの、一応実存した、はい、あの金常っていう刀匠がいたんです、はい、鎌倉時代に、はい、あの実存したその刀鍛冶が、あの名前にちなんでるということなんですけど、はい、で当時その金常の包丁、あの刀っていうのは、はい、あの中国のある文献にも、はい、あの紹介されたぐらい、はい、結構有名で、はい、あの関刀鍛冶伝承館、はい、あそこにもあの何本かあの保存されているような、はい、まあ、割と有名なあの刀匠だった、はあ、うん、それをまあ商標として、はい、あの 何十年か前にあの、はい、違う、あの登録させていただいて、はい、ずっとやらせてもらってるっていう状況。そうなんですね、はい、でその金常ブランドの特徴としては、はい、あの基本石で作られたものと、はい、あの浜野の産地である福井県の竹冬だとか、はい、と大阪の堺とか、はい、あの職人さんと、まあ、あのコラボしてというか協力してもらって、で、はい、あの金常ブランドとして、はい、あのまあ、一応カタログこんな感じで作ってるんですけど、はい、あのレギュラーアイテムをこういうふうに揃えつつやってますと。はい、はい、なるほど、なるほど。毎年ちょっとあのここ数年コロナの関係で、はい、あのいろいろ影響あったんですけど、はい、1月に行われるアメリカのラスベガスであの開催される、はい、あのショットショーっていう、はい、あのシューティングハンティングアウトドアショー、へえ、その、 あの展示会にあの出展をしてまして、はい、そこで基本あのナイフから行ったんですけど、はい、そこに包丁も一緒に並べて、はい、アウトドア系とか関係ない分野 の展示会になるにもかかわらず包丁をあの見せてたら結構あの反響が良くて、はい、あのむしろこう包丁の方が今伸びているっていう状態です。そうなんですね、うん、そのショットショーって毎年あるんですか？そうですね、はい、決まった時期に、はい、そうなんですね、はい、1月の半ばにあるんですけど、はい、うん、それ面白そうですね、ちょっと調べてみます、うん、はい、金常ブランドの、はい、まあ、その特徴で言うと、はい、あのいわゆるその洋式なものではなくて、はい、和式なもので、はい、あのいかにもこうあの日本の懐かしい古き良き時代のこうローテクな感じ の、はい、あのテイストを持ってる商品が、はい、こうちょっとニッチなところであんまり競合がなかったので、うん、はい、そういうところを狙い目にしても展開してたってなんですけど、なるほど、なるほど。だと、まあ、また質問なんですけど、はい、あのまあ、このロゴマークというか、はい、これはあの私どもはあのクマドリーマークって言ってるんですけど、クマドリーマーク、はい、あの歌舞伎の役者さんが、はい、あの演じるときにこう、うん、赤く塗ってなんかこういうあの化粧みたいなのをやってやる感じなんですけど、はい、永谷園のお茶漬けの あれもそうなんですけど、はい、よくその日本の歌舞伎の象徴的なこう絵柄としてあのこういうあの赤い顔の感じがあって、はい、それをこうロゴマークとしてデザインしたという。なるほどですね。その金常ブランドというか金常シリーズ、はい、いくつかあると思うんですけど、はい、あの紹介といいますか、何売れ行きというか、なんか特徴みたいなのもしあれば、うん、おー、かっこいい。うちの今の三大シリーズですけど、はい、おー、これが一番最高仕様で、はい、あの粉末ハイスコーで101層、はい、おー、これ
そうです。そう。で、このちょっと黒いブラック仕様のタイプですね。はい、波しぶき、はい。そうそう、波しぶきなんです。かっこいい。これがグリップエンドがこう。はい。めっちゃかっこいい。すっごいかっこいいですね。ありがとうございます。はい。今度これが水面風。水面風。水面風って、水面に風がそよいで、はい、こう細かい波が立ったようなことをイメージして。水面風かっこいい。これも層細かいですね。はい。まあ、あの101層よりは多少あれなんですけど、63層ですね。おうん、で、これも同じように、マドリマーク。いや、好きです、これ。ありがとうございます。ちなみにこれ材質は何にありますか？これも粉末ですか？いや、粉末ではなくて、はい、これあえてこう鋼材を伏せてるんですけど、はい、まあ、カートリック上は日本製のステンレス刃物鋼ですね、はい、ありがとうございます。これ V 字前で無垢で言ってるんですけど、はい、これが私が命名したんですけど、はい、一途と言いました。一途、はい、じゃない、はい、一途にその食材に向かう料理人をイメージして作りましたみたいな話なんですけど、はい、でこれが、はい、まあ、業務用に近い仕様で V 字点 の炭素鋼なので、はい、展開としては牛刀の2124、はい、で三徳の18のペティで切り付けをやって、はい、筋引きは24。なるほど、うん、切り付けは牛刀の21だけ。そうですね、はい、木材も和の感じがいいですね。確かに、うん、そこを感じていただけるといいですね。はい、いいですね。ちなみにさっきの、水面風とかも、はい、古田さんがネーミングされた。あれは違うんです。あ、そうですか。結構ね、二転三転してるんですけどね。はい、こう考えて候補を挙げて、一回は決めたけど、はい、よくよく調べたら被っちゃったみたいな。はい、はい、でも、いつもパッて出てくるもんですか？やっぱね、いろいろ考えますよ。僕、一つの、そのシリーズの名前を考えるときに、はい、例えばこれ、はい、一図を、考えるときに、はい、思い、その、コンセプトに合う言葉をこう探すんですよね、はい、列挙して何日も見るんですよ、はい、でその中で一番しっくりくるのをはめると、うん、でそこでまたでも検索して引っかかっちゃったらっていうところが出てくるので、はい、うん、そういうことか、いや貴重なものありがとうございます。すごいそうそうなんです、ね、一図ですけど、はい、そう要はまあそんなの、うん、なんでこれ東山とか、はい、東山文化って京都のね、はい、銀閣寺的な文化なんですけど、はい、正倉院とかそのちょっとこう、うん、地味な感じや、はい、金閣寺とは違って、そうです、ね、そうその地味な感じやけどすげえなんか手術合憲っていうか、はい、なんか簡素な感じのスタイルで表現したかったワードが東山文化ってそうちょっとわからないのってことで、ね、いやでも本当だって子供に名前つけるみたいなもんじゃないですか。そうですね、すごくやっぱり大事じゃないですか。確かにそうなんですよ、その、うん、呼び方とかね、その響きでね、その絶対変わってくるんだよね、はい、絶対変わります。すいません、ありがとうございます。いい、この薄さ、お薄い、はい、ここまで研ぎ上げてるんですけど、薄いです薄いです薄いです。ちょっと持っていいですか、うん、ありがとうございます。これね、でもね、欠品中でもね、あんまりね影響力があってもね困るんですけどこれかなり抜けいいですね絶対、うん、そうなんですね、はい、本当に本当に薄い、うん、これ伝わんないかな、伝われ。これ本当に海外の展示会に持ってて、はい、目のこうやったそのバイヤーさんが見ても、はい、見てその、まあ、その時はほ新聞紙かなんか切ってもらったんですけど、はい、今まで切った包丁の中で一番切れるって本当に言われたんですけどね、すごい嬉しかったです、はい、で
もう一つエピソードの話で言うと、はい、この材質あの、まあ、日本のステンレス鋼ですと言って、はい、あえて言ってないんですけど、はい、なんで言ってないかっていうところ の、はい、あのエピソードで、はい、作ってる職人さんの言葉ですけど、はい、まあ、その例えば料理に例えると、はい、同じ食材使っても料理って違うでしょ、あの料理 の、 あの知識だとか、はい、あの腕だとか、はい、感性によって違うんですか。で包丁作りで、はい、鋼材もあの同じ鋼材使ってもあの職人のいろんな感覚的なものとかあのノウハウであの違うものになるんですよっていうところで、はい、その違いをあの分かってほしいっていうことも含めて、相手だからそこは言わずに使ってもらえば、はい、この良さは分かりますよということを職人さんから特に言われたので、はいはい、あえてこうスペックとして鋼材名を書かずにっていうところです、はい、なんで鋼材名が分かんないので変えるかっていう人も中にいらっしゃるんですけど、はい、そこをあえて伏せましたっていう、はい、安易に価格で比較する人が大半なんで、はい、まあ、ネットがねあの主流なんで、はい、やっぱ使ってみてそのすっげえ切れるっていうその感動をね与えることが、まあ、やりがいみたいなところがあるじゃないですか。そこにこだわった包丁でもですね、はい、うん、これもめちゃくちゃ薄く研いでるんで、はい、おお、そうなんですね。いいですか、ありがとうございます。薄い、のいわゆる本場付けがどんなこうって話あるじゃないですか。はい、ありますね。そう、もう本場付けどころじゃないんですよね、これもう全く鋭角にストーンっていって、最後こう、あの、コバをつけて、コバ、はい、もすごい小さい状態でも、あの、びっくりするぐらい切れるんで、はい、澄んだ流れとか言って、澄んでっていう感じですね。はい。三徳だけなんですけど、はい、あの、こう、関って長良川があって、はい、で、あの、清流がこう綺麗なイメージで、はい、あの、その思いをブレードで表現したかったっていうコンセプトで、はい、あの、この波紋を、あの、この波紋を出すためにこう、ね、開発をして、で、スミレという名前でこう出したけど、で、しかもこれ、あの、こう、ダマスカスの模様を際立たせるってことと、はい、その立体感を出したかったんで、はい、あの特殊な加工をしてちょっとこうあの凹凸があるんです。うん、本当ですね、うん、見るからに。で、あのこんな言葉あるかどうか分かんないですけど、はい、3D ダマスカスっていう言葉で、はい、あの表現して、はい、限定60本、はい、3D ダマスカスって名前いいですね。パクられますよ、その人。3D ダマスカス。本当に、なんか、浮いてるような、立体っていうか、なんか奥が見えるような。で、これ、あの、こう、光の当たり方によって、はい、あの、輝きが変わるじゃないですか。はい。めっちゃいい。はい。これはね、僕ね、あの、金常 の、 あの、はい、YouTube チャンネルで見てもらうと、はい、それこそこれを、あの、板取川、はい、あの清流のすごい綺麗なところがあるんですけど、はい、その川のほとりで持って行って、自撮りでこうやってやったの。はい、そしたら、水面の乱反射がブレードに光って、めちゃくちゃ綺麗に見えるんですよ。その動画あるんですね。自分でやっとって鳥肌立ってね。これは、あの、このシリーズ、青紙の、あ、これ青紙なんですね。青紙なんですよ。の割り込みのタイプですね。はい、三層鋼ですね。へえ。あんまり見ないですね。そうですね。はい、意外とあのやってないですね、皆さんね。で、これが、はい、この土目のシリーズで、はい、あの V 金1号を使っているもので、はい、で、まあ、ちょっとあの話戻るようですけど、はい、こう見ていく中で、はい、職人さんは皆さん違うんですよ。はい。なんであのメーカーさんだと一つの自分のところの工場を中心にできる包丁 の、 このスタイルが限られてくるんですけど、はい、うちみたいな商社がやることによっていろんなスタイルのものがいろいろできるっていうのがブランドの特徴なんですね。なるほど。はい。なるほど。そうそう。でこの辺も石器ですけど、はい、これも青紙を挟んだ三層
ね、はい、まあ、土目なし字のスタイル、はい、この口金のこの傾斜もかっこいいですね、斜めも。そうですね、はい、めっちゃ魅力的です。あ、こっちはスウェーデンなんですね。そうですね。へえ、いや、いいな。はい、そのまま後と隣に行きまして、はい、あ、これが家庭用包丁の中で、はい、VG10 を使ったこの黒いハンドルのシリーズ、はい、これ昔からなんかゴールドって言われてる、はい、あの、さっきではゴールドっていうこういう感じの包丁なんですけど。そうなんですね。ゴールド V15 なんですけど、はい、でこれステンの割り込みで、これがあのいわゆるクラドって言われる、はい、あの竹風特殊、竹風白荷を挟んだ、はい、ステンレス挟んだ三層鋼、はい、この辺のシリーズがね、本当にあの、はい、なんていうか普及の名作というか、はい、あのベストセラー、はい、ロングセラーなんですけど、はい、とても今その生産状況があの芳しくなくて、はい、欠品が多いっていう。ああ、そうなんですね。へえ。多分いろいろ取材して見えるとは分かると思うんですけど、はい、あの、まあ、関の刃物、あ、包丁作りの環境が、はい、あの前とだいぶ変わってきてて、はい、あの貝印さんとか、はい、あのヘンケルスさん、ヘンケルスさんと大手 の、 あのブランドさんが、はい、この関の地場でいろんなこう大きな発注を出すもんですから、あの我々の零細のブランドがの仕事がなかなかやってもらえなくなってるっていう、後回し後回しみたいな。昔から実はそういう構造はあったんですけど、はい、まあ言ってもこう間に挟みながらこうちゃんとやってくれてたんですけど、はい、それが間に挟めないぐらいの状況になってしまってるので、はい、非常に、納期がかかるようになっちゃって、はい、それこそ倍ぐらい、はい、あの期間がかかっちゃってる。なるほど、なるほど。それが非常に悩みというか困った問題なんですけど、そういう中であの包丁を継続してコンスタントにこうちゃんと品を揃えていくっていうことが、はい、非常に難しいので、はい、あのそれこそ今こういう包丁の価値がまた、はい、あの本当の意味でも上がってるなって、はい、希少価値も含めて、なるほど、うん、そういうのを今感じてますね。はい、うん、これつまんで、はい、これがあの 10A の、 あの無垢 の、 あの業務用のシリーズ、はい、いわゆるあの昔の洋食のシェフとかは、はい、鋼のこういうスタイルの全鋼ものを使って調理をしてたんですけど、はい、あのやっぱりステンレス系にあの移行してったりだとか、はい、やっぱりこう指向性の高いあの包丁にニーズが変わってったっていうのと、はいはいはい、実際に料理業界も、はい、あのコックレス、はい、あの調理師としてこう仕事ができる人じゃなくてバイトでもできるようなセントラルキッチンで作ったようなものを、はい、あの温めて出すとか、はい、切って出すとかっていうところが増えたじゃないですか、はい、そうですね。そうそう、なのでこういうものの、 その需要が非常に減ってるので、はい、あのだけどこういうのはたくさん作らないとコストが合わない商品なので、はい、非常に難しいことなんですね、はい、その継続性が、はい、なのでこういうのも、はい、今非常に、はい、あの価値が逆に上がってるというか、はい、需要は少ないんですけど、はい、あの作ることが難しいっていう意味では希少価値というか、そうですね、うん、何もステンレス、さっきのまあニーズの話ですけど、ステンレスにだいぶ移行してったのって、うん、10年何年ぐらい前ですか。どうなんですか。僕ねその頃はねまだこの業界に入ってないんで、はい、あれなんですけど、はい、こう先輩方に聞くと、はい、やっぱその包丁つったらこの牛刀つったらこの鋼の全鋼みたいな時代があって、はい、これとこの辺のこの家庭の包丁がバカ売れしてた時代があって、はい、でそこにあのやっぱ時代は海外に対抗するにはステンレスやみたいなところがあって、はい、ステンレスを開発してってまたさらに拍車がかかって、そこでうまいことをこうあの鋼のイメージとそのステンレスの良さと、はい、刀の和的なイメージを かぶせてあの、はい、アレンジしてできたのがダマスカス、はい、いいとこ取りのこのかっこよさを、はい、鋼材としてアピールできたのが、はい、あの旬とかの爆発的なヒットにつながったんですね、はい、なるほど。あの僕も昔あの料理の業界にいたことがあって、はい、
ホテルの洋食の厨房で調理の下ごしらえとかしてたんだけど、はい、玉ねぎをみじん切りする工程で、こんな玉ねぎをみじん切りして、それをソテーして飴色になるまでやるやつ、わかるでしょ、ハンバーグとかに入れるやつ、はい、それの玉ねぎのみじん切りを下っ端でやってた頃があって、はい、でそれをやると、はい、全工の包丁で切ってると、はい、切ってる最中にもう錆び始めるんですよ、はい、こんな包丁で錆びていいんかって思いながら切ってた覚えがあるんですけど、はい、でそれから、はい、下っ端の寄りになってお金がないもんで、はい、こういうステンレス系の包丁を買うんですけど、はい、当時ミソナの包丁を使ってたんですけど、はい、UX10 とか、はい、440のシリーズってやっぱりよく切れるんですよ、はい、けどそれは高くて買えなくて、一番その下のモリブデンコってシリーズを使ってやってたんです、はい、そうするとそのモリブデンコと鋼とどっちがいいのってなると絶対こっちの方が切れるじゃないですか、はい、で、でもやっぱ使い勝手と違ってたんですよ。そうですね、うん、上の方のシェフは UX10 とか使っててでディンプルとかついたね、サーモンタイプの使って、はい、スモークサーモンとか切って、はい、めっちゃ切れる、欲しかったんですけど買えなかったですね。あ、さっき言ってた、うん、狩猟関係、あ、そうですね、はい、かわいいですね。結構その特殊な形してるので、はい、専門性が高いっては高いんですけど、そうですね、面白いですよね、特殊な、いや、ありがとうございます。僕もこれ勉強不足なんですけど、まあ、調査機のこの切っ先ってかなり特徴的というか気になる方多いと思うんですけど、はい、なんか使い方とかってなんか分かります？どういう感じで使うとか。まあ、僕実際には調査相手がないんですけど、はい、こう解体したその臓器をこう切り取るときに、はい、その先が尖ってると他のところを傷つけちゃうじゃないですか、はい、例えばその肝臓じゃねえ、なんか突っ刺すと破裂したりするとか、はい、臓器とかあるじゃないですか。そういうことがないようにこう先を丸めてやることによってこう、はい、当てながらでも包丁が進められるっていう。なるほど、傷つけずに、うんうん、はい、変なとこを傷つけなくて済む。そうですね、なるほど、うん、これがね、この丸い部分をつけるのに、はいはい、まあ溶接するんですけど、はい、すごい不良を出す確率が高いんです。へえ、それは知らない。苦労するらしいです。そうなんですね。作り手としては、へえ、この包丁で特徴的なのは、はい、これいわゆるローズウッドで、はい、天然木なんですけど、はい、合板じゃないんですよ、はい、でなんで合板じゃなくて天然木にこだわってるかっていうと、はい、やっぱ天然木って独特のこう質感があって、はい、温かみがあって、はい、気泡的なものがあるので、はい、手に馴染んで滑りにくいんですね。で実際こういう解体作業するときは、はい、結構血みどりになってるような状況になったときに油がついたりして、はい、合板では滑って作業がしにくいので、はい、やっぱり天然木を使う。解体する作業をする人が、はい、やっぱ天然木を好むので、はい、こだわって天然木を維持してると。なるほど。でここに来てその、はい、ウッドショックっていうのがあったんですか、はい、で特にローズウッドとかの辺が当時一時ワシントン条約のね、はい、絶滅危惧種のやつに指定されちゃって、はい、輸入が原則難しくなってね、それがもうローズウッドを入手できないっていうことになったんで、はい、合板に変えようかっていう話もあったんですけど、はい、そんでもやっぱり今続けてると、はい、でローズウッドが今非常に入手困難なので、はい、それに近いような材質の天然木で今、はい、仕様変更をせざるを得なくなってるというような状況になってますね。いや、そうですね、まあ、ローズウッドとか、まあ、黒炭とかもそう聞きますもんね。そうですね、なかなか入りづらくなってるっていうのは、うん、黒炭、ココボロウッドとかね。そうですね、うん、まあ、そうですね、はい、ありがとうございます。この辺はステンレスで、はい、土目があって、はい、和のテイストのハンドルっていう、はい、僕の中ではその海外の方をターゲットにした三大要素なんですけど、はい、で安いと、はい、実際今ものすごい数が売れてますね、はい、いや、ありがとうございます。
もう使い勝手は要望帳で、はい、見た目のテイストがこう和のテイストがかなり出てて、はいはい、で多分これ、ね、まあ5000円とか6000円の包丁なんですけど、はい、はい、写真映えするんですよね、はい、これになって光沢もあるし、こう、凸凹、凹凸もあるし、そうですね、で色のコントラストも割と綺麗なもんで、はい、いや、ものすごいこの相性というかバッチリですね、うん、でしかもステンレスで、はい、錆の心配も少ないし、はい、で土目があるから切り羽がどの方がいいとかいう具体文句もあるので、はいはい、非常にセールスとしてもしやすい。そうですね。このペティナイフもなんか他のペティと比べて細身というかかなり使いやすそうだなと思って。ああ、そうですね、はい、すごくいいなと思いました。いや、うんうん、このペティいいですよ。これなんで構成としては 1K6、はい、まあ、いわゆる森武伝工ではあるんですけど、はい、その 6A 相当なんですよね、はい、なんで 8A とか 10A とかと比べると、はい、高度はだいぶ低いというか、刃持ちも、はい、まあ、いい包丁使ってらっしゃる方からすると物足りないことはありますね、はい、うん、でこのシリーズに、はい、今までこんだけだったんですけど、はい、やっぱり海外のニーズをより捉えようということで、はい、長いのをやってます。おー、本当だ。牛刀の21と24、うん、で筋引きの24、おー、今製造中です。牛刀の24でも7000円ぐらい、はい、いや安いですね。安いんですよ。これ本当に純粋国産ですからね。はい、石で作ってるんで。すごいな。そういう意味でも売りやすいですよね。うん、次ぐらいからこういう和式な感じを載せてまして、はい、まあ、まあこれさっき見ていただいたやつですけど、はい、まあダマスカスでも、はい、さっきのダマスカスとは違って、はい、まあ、竹譜の仕事なんで、まあ、単造形ではあるんですね、うん、はい、でこれでも両刃なんですよ。うん、竹譜もこういう両刃の和式な感じを最近よく作ってて、はい、まあ、多分竹とか海外なんでしょうけど、はい、使い勝手が要望帳に近いような形で、はい、青髪か、青髪のシリーズですか。おお、あ、これ青髪なんですね。へえ。竹譜でいう青髪って竹譜の人たちは青って言えば竹譜青なんです。竹譜の青なんですよ、はい、これ日立の青じゃなかった。え、初めて聞きました。そうなんですか、うん、でさっきの竹譜白にって言ってたでしょ、竹譜青ってのがあるんですよ、はい、でそれを向こうでは青にこうって目打ってるんですが、はい、これ見たら普通日立の安木のやつだと思ったよね、はいはい、これの違うんですよ。実際成分的な意味では一緒、ほぼ一緒ですか。ほぼ同等で、はい、変わんないんですけど、はい、やっぱ製造元が違うんですね。そうですね。ちょっとこれは衝撃的事実、うん、たださっきのまあゴールドの話もそうですけど、うん、スーパーゴールド2とかあるじゃない、 SG2 とか、はいはい、それが出る前にそういう、まあ、どうなんですかね、なんかまあ由来というかなんかあるんですかね。ハイスコーっていうのは何種類かもともとありましたもんね、はい、竹譜が包丁の鋼材として、はい、売り出したブランドが SG2、はい、そうですね。そこもまた興味深いですね、すごい、ありがとうございます。でこの辺のシリーズ、はい、ダマスカスの和包丁は、はい、よく売れてたんですけど、はい、もう本当に物ができなくて、うん、小生産なのにたくさんの需要があるので、はい、海外から の,、はい、もうカタログに載せても取引先に迷惑かけちゃうもんで、はい、カタログからは外してるっていう状況です、ね、なるほど。へえ。で、あとここからが水牛口の堺で作ってる、はい、金正ブランドの、はい、和包丁、はい、です。ありがとうございます。
で、あの柳葉たこ引き、レバー、船雪、あの見下ろしから、はい、揃ってるんで、うん、このラインナップは結構大変だと思うんですよ。いや、そうですね、見下ろしとかだってたこ引きあるのも珍しいですよ、うん、そうなんですよ、はい。でサイズ展開も すごいじゃないですか、はい、18から36まであるので揃えてるんですね、うわ。でこの辺が高知農場です、ね、そうそう、だからこれこそね、あの、はい、絶滅危惧種なんですけど、はい、竹譜の今の事情で、はい、あのこういう昔ながらの黒内系を作る職人さんが、はい、ステンレス系の包丁を作るようになってしまって、あら、はい、あのもうごく限られた、はい、すごい年配の職人さんしかこういう包丁を作れなくなっちゃう、はい、で若い人が作家さんとかいろいろいるんですけど、はい、そういう人もこういう包丁はあの作らない、後継しないということなので、この辺はもうあの本当に数年後になくなっちゃう方だと思いますね。ちょっと手に取っていいですか？どうぞ。ありがとうございます。いやー貴重だな。そうなんですよ。このテイストはなかなか出せないんでね。ちょっとあの手作り感があるんですけど、実際あの本当にこれこそ本丹像の近いようなことやってるんで。はい。ありがとうございます。いや黒地いいですね。うん、いいな。これね、あの本当に錆びるんで、はい、在庫にあのちょっと置いておくと。うわーってサビが回ってるんですよ、はい、びっくりするぐらい、はい、クレームになっちゃう。そうですね、でも確かになんか黒打ちって売る前の状態のなんかニスですかね、うん、なんか強力なサビ止めが塗られてるイメージが強いですね、やっぱり。そうですね、かなり強力な、うん、あのニスそうそう、ニスも塗ってるとかあるし、はい、あのこういうのもそうですけど、はい、ビニールコーティング、はい、なんかマニキュアみたいなやつですよね、うん、その除光液とかシンナーじゃないと落とせないような、うん、そうそうそう、でここにも書いてますけど、はい、あの昔ながらの火作りで炭造であの作ってて一本一本風合いが違うし、うん、あの傷もあるしっていうところで、まあ、一応カタログ上も傷ありますってことを言いながら、はい、やってはあるんですけどね、はい、うん、なるほどなるほど。あ、砥石もマークか、あの包丁も、はい、あのギフトとして、ね、はい、あの送られる方もいるんで、はい、もらった時に、まあまあ、パッケージも大事かなっていうところも含めて、そうですね、うん、やっぱりその包丁相応の、ね、こうこしらえにしないと、そうですね、あの価値も表現できないので。ありがとうございます。今後の展開といいますか、そのこれからの関の刃物がどう盛り上がっていったらいいなとか、そういう話も聞きたいんですけど、あ、まあ、会社自体の展開もそうですし、もろもろ、ね、その包丁作る環境が厳しくなってるっていうところがあるので、はいはい、なんとかそれを継続して未来につなげられたらなっていうところで、はいはい、なんで後継者が育てなかったかっていうところも含めてやると、はい、やっぱりこう付加価値の高いあの高単価の商品を作っていかないと、はい、職人さんも僕らも報われないようなところがあるので、はい、あのそういういいものをいい値段で買ってもらえるようなセールスをしていかなきゃいけないなと、はい、あの現にこういう絶滅、はい、数年後に絶滅しちゃうっていう包丁がもうどんどん出てきてるわけでしょ、はい、でじゃあ残る包丁がどんな包丁なのっていうところでなると、あのぶっちゃけその大田の貝印さんとかヘンケルスさんの包丁が、まあ、まずは残りますよね、はい、で僕らの零細は生き残りなんですよね、結局残れるかどうかっていうところ、はい、でそのまあそういうの誰もが持ってるあの一般に売られてるやつとはちょっと違うずらしたところでの商品展開で、はい、そこを気に入っていただけるユーザーさんに、うん、ファンになってもらえることをいかに増やせるかなっていうところかなって思いますね、はい、うん、ありがとうございます。多分同じことやっても、うん、はい、スケールメリットに負けちゃうので、はい、まあでもやっぱ奥さんもよく考えてやってらっしゃるんで、はい、なかなかあの賞賛は低いんですけど、はい、まあ、それでも僕らやってこなきゃいけないんで、はい、まあ、こんな感じでありがとうございます
はい、ということでいかがだったでしょうか。もうそろそろね動画は終わるんですけど、ここまで見ていただきありがとうございます。で、今見てるところはナイフゾーンですね。包丁以外にもたくさんのナイフが置いてます。でね、今回の内容すごくなかったですか。結構びっくりする内容もあったとは思うんですけど、まあその包丁の名前の決め方とか、まあその時代に合わせてどういった包丁を作っていかなきゃいけない、そういった大手企業に対抗するためにどういったことを考えていかなきゃいけないのかってことがね、まあその裏側といいますか、そういった刃物屋さんの思いっていうのが伝わったんじゃないでしょうか。そしてね、数年後にはなくなってしまうっていう包丁もありましたよね。なので手に入れるならもう今ですよ。はい、すごく貴重なものになるんじゃないかなと思います。ということで今回行かせていただいた北翔さん、ご丁寧にお話ししてくださり本当にありがとうございます。それでは次回からですね、関から福井県に移動します。福井県といったら竹風とか越前ですね、そちらに潜入してきました。もう次の動画からもすごく面白い内容、貴重な撮影ができましたので、ぜひ楽しみにお待ちいただけたらと思います。それでは今回の動画少しでもいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。